海クロープもしくは海空とは、台南部に位置する、ソンクラー県の伝統食である。上半分を切り落としたアヒル卵の殻に卵黄を2つ入れ、塩水につけて、日持ちを良くしたもの。塩蔵によって卵黄は閉まって、塩味がつく。蒸してから、米飯やカオトムの副食として食べるか、あるいは他の食材と合わせて、料理に用いる。ソンクラー県の漁村では、 さらし加工を行っていない名刺で魚網を編んでいる。ほつれを防ぎ沈みを良くするため、漁網には定期的にアヒル卵の卵白が塗られる。余った卵黄は貝クロープとして保存されることになる。伝統的な作り方。現代の作り方。伝統的な製法は以下のようなものである。アヒル卵の殻の上半分を切り落とし、そこに塩を敷く。 卵黄を二つ合わせて殻に入れ、その上からさらに塩をかける。その後、数日にわたって天日干しにする。火に当てていない間は切った殻を被せて、昆虫やホコリが入らないようにする。貝クロープの名はこの過程を指しており、タイ語で貝は卵を、クロープはオウうを意味する。天日干しの後にふかすと数日にわたって保存することができる。近年でも、 カイクロープは一般的に食べられているが余った卵黄の保存という期限を離れて産業的に生産される食品となった。そのため加工時間が短く衛生面でも優れた生産方式が導入された。まずアヒル卵を水で洗い、殻に適度な大きさの穴を開けて中身を取り出す。手作業で卵黄と卵白を分け卵黄をまとめて真水につける。 上部を切り取った卵の殻に卵黄を二つずつ手で入れ、さらに塩水を注いでから、ほこりが入らないように殻を覆う。一つ一つの卵に切った殻をかぶせていくのは手間がかかるため、多数の卵を並べて一度に大きなカバーをかけるようになった。数時間置いた後に虫を入れると完成である。全体に火を通すが、黄身の中央が半熟になるように仕上げる。 カイクロープはそれ以上調理せずに食べることができる。単独で食べる場合もあれば、サイドディッシュにもなる。タイ南部出身者は、カレーと米飯、もしくはカオトムの副食物とする。地域によっては、カイクロープの薄切りを刻み野菜、刻み唐辛子、醤油、砂糖、ライム果汁とあえて、スパイシーなサラダを作る。カイクロープは、カイケムと似ているが、卵白を使わない点で異なる。 また卵黄はより柔らかく、塩気は強くない。ありがとうございます。